排泄物の真実それでは体からゴミとして排出される系をたどってみましょう人間の消化器は口から肛門までおよそ5メートルにも及ぶ1本の管でできています砕けた表現にすると体はちくわになっているのですイメージとしてはミミズの消化管のような感じですミミズは食物として 腐葉土を丸ごと飲み込み腸で栄養を吸収した後はところてんを押し出すのと同じように腐葉土を肛門から排出します人間も食物を口にした後は胃腸で栄養を吸収しあとは肛門から排出しますただ構造はちくわでも人間の場合ミミズのように単純ではなく胃や腸で行われていることは極めて複雑です 例を挙げてて考えてみます。1日3食、例えば、真っ白なご飯かパンしか食べなかったとしましょう。それでも、次の日、下の出口からは、茶色い色をした、そして、ご飯やパンの匂いではないものが出てきます。食べ物から、栄養を吸収した残りカスが出ているだけだとは、とても思えませんね。小便でも同じです。例えば、 コーラをどれだけたくさん飲んでも黒い尿は出ませんつまり食物が体内で加工された残渣実際は腸内矯正菌の死骸などもある体を構成していた細胞の慣れの果ての姿それらが合わさったものが瓶となって出ているのですこのように飲食物から吸収した栄養分を差し引いた残りだけが瓶になっているのではないことがす お分かりいいたただけたと思いますそれにしても体の入れ替わりは激しい健康これには条件があります壊れるスピードと作るスピードが同じでなければ健康は保てません壊れるスピードが作るスピードを上回るそれは想像に固くなく病気ないし死が近づく時かもしれません無理なダイエットも危険です 運動などで脂肪分が燃焼し結果として体重が減るのは良いでしょうアスタリスク1しかし早く痩せるのをうたい文句にしているダイエット法には体の恒常性を崩すものが多くその先にはリバウンドや病的症状も待ち受けていますアスタリスク1体には脂肪は蓄えられるがタンパク質は蓄えができない唯一 タンパク質を増やすことができるのは運動によってできる筋細胞だけです。今度は食べる量と出す量を考えてみましょう。皆さんは一日にどれぐらいの量を食べていますかカロリーは気にするけれど重さまで気にしている人は少ないと思います。私の普段の食事を例にとってみます。1日3食、和食和中心。朝は ご飯と味噌汁と漬物程度で時折それに目玉焼きが加わる朝食の総量はおよそ 500g 昼はご飯と1から2品おかずがついて朝の味噌汁の残りも軽く1杯とサラダが少々昼食はおよそ 700g 夜は何でも食べます肉類は少なく魚がメインになることが多い 食事の量は 800g ぐらいですが、これにビールやお酒が加わると、少なくとも 1kg は超えます。顔食はほとんどなし。水けのものとしては、朝食後のコーヒーがいっぱいと、食事の時に飲むお茶が1日に3から4杯というところでしょうか。1日に全部で2500から 3000g 程度の飲食物をとっていることになります。 次に皆さんは一日にどれぐらい出していますかこちらはなお一層測っている人は少ないでしょう私の場合毎日ほとんど同じように 400g ぐらい出しています大便の重さを直接測るのは衛生上問題なのでトイレに入る前後の体重差を出た量とします 400g という数字は 成人の平均が 250g ぐらいではないかとされているので結構出ている方だと思います一方で大正時代の農家が1日に 800g 前後だったという文献が残っていますのでそれに比べればまだまだなのかもしれません小水の方は年齢や活動量にも影響されますが平均的に見て 1500cc としたものです 重量で言うならば1 5 0 0グラムですね。私もこれまで遠出しない日を選んで何度か測ってみましたが不思議と 1500cc でした。これで口から入る飲食物の量と下から出る瓶の量が分かりました。入りは私の場合平均すると1日に2 7 0 0グラム。質は大きい方が4 0 0グラム。 小さい方が 1500g で合わせて 1900g ですね。あれ計算が合いません。私が得意体質というわけではなく皆さんも同じように計算すると合わないのです。答えは呼気の中にあります。呼吸は空気を吸って吐くという単純な繰り返しになっています。自覚的にはただそれだけですね。しかし 吐く息の中には吸うときにない成分が含まれます一つには水蒸気水分です私たちは一日に2万回以上呼吸します1回ではわずかな量の水分ですが2万回ともなるとその総量は 300g コップ1杯半ほどと言われますもう一つは呼吸の目的である酸素を吸収したお返しに 二酸化炭素を出していいることとです。O にううに、CO2 C う炭素が余分について排出されますこの C 炭素はどこから来るのかというと体がエネルギーを作り出す時に細胞内から持ち出すものでやはり体の一部だったわけですその他に不完不経緯と言われる水分が皮膚からも逃げています簡単に言うと 感じないい程度の発汗ということですこの量も意外と多く1日に 500g ほどと言われますこのように排泄物というのは体中から巡り巡って使用負荷となった排気物がほとんどなのですそしてその排気物の中には体の入れ替え分がしっかり含まれているということですただし下痢嘔吐発熱発汗 鼻水、核炭など症状として見られる非常時、つまり健康と病気の境目、あるいは病気の時は先ほどの計算は当てはまりません。これらは後の章で考えてみることにしますが、注目すべきは全て出す反応になっているということです。